皆さん、こんにちは。広島大学オンラインオープンキャンパスをご覧いただきありがとうございます。これより、教育学部人間生活系コースの紹介を始めます。本日の司会を担当する村上香織です。どうぞよろしくお願いいたします。このビデオの内容はこのようになっています。最後までどうぞお付き合いください。人間生活系コースにはこのような教員がいます。それぞれの研究内容が似顔絵の下に書いてあります。私は異生活科学を担当しています。では、本コースの説明をしていきましょう。皆さんは身近にある暮らし、生活について考えたことはありますか？生活の質を高めるという言葉を聞いたことがあるかもしれませんね。コロナ禍によって生活という言葉は非常に注目されるようになりました。新しい生活様式という言葉もよく聞きます。人間生活系コースではこの生活に着目し、各教員がそれぞれの専門分野から多角的に研究教育を行っています。では4年間でどんな勉強をするのかカリキュラムを見ていきましょう。大学では基礎教養教育と専門教育が行われ、それぞれの科目を履修し単位を取得していきます。人間生活教育学、異生活科学、食生活科学、住生活科学、人間発達科学など、それぞれの専門分野では、基礎的な概論の後、応用の科目を履修していきます。では、異生活実践演習の一コマを見ていただくことにしましょう。学生の岩本さんが後輩の指導をしています。彼のメッセージとともにご覧ください。人間生活系コース4年生の岩本圭吾です。今は卒業研究や、教員採用試験に向けた勉強を頑張りながら TA として実習で後輩を教えています。調理実習や保育実習など様々な実習があり、家庭生活に関する様々な能力を身につけることができたと感じています。個別で学生に対応することが多いので、コミュニケーションの取り方や伝え方の練習になっています。最後に高校生に一言お願いします。僕は入学した当初は将来の夢もまだ決まっていなかったのですが、このコースに入学することで幅広いことを学ぶことによって視野を広げることができました。皆さんも自分の可能性を信じて今できることに一生懸命取り組んでください。応援しています。このように学年が上がるにつれて専門教育科目が多くなり、4年時にはその集大成として学んだことを総合的に活かして卒業論文を一人一人が執筆します。
では次に本コースのことをもっと知ってもらうために、3名の学生からなぜ人間生活系コースを選んだのか、高校生の頃を振り返りながら、コースのこと、大学生活のことを説明してもらいます。こんにちは。教育学部第4類人間生活系コースの奥です。今日は私の大学生活についてお話をします。まずは改めて自己紹介をします。人間生活系コース4年生の奥優奈です。出身は広島の呉で、高校は広島南高校の普通科に通っていました。部活は ESS 部に所属をしており、勉強、行事、部活に打ち込んだ3年間を過ごしました。今日は入学した理由、家政での授業、サークル、アルバイト、将来のこの5つについてお話をします。まず私が人間生活系コース、通称家政に入学を決めた理由についてお話をします。高校3年生やりたいことが定まっていない時に、隣のクラスの子が人間生活系コースを受験すると聞き、面白そうなコースだなと感じました。またこのコースは家庭科教員を養成するだけでなく、人間生活教育学、人間発達科学、住生活科学、食生活科学、異生活科学とどれも生涯の生活に深く関わる分野を専門的に学べることを知り、より一層興味を持ちました。また高校では文系だった私は、大学では分離を問わずどちらの分野も学びたいと思っており、かつ先ほども述べたように幅広く将来活かせる分野が学べるところに惹かれました。また教育学部ではあるものの、当コースの卒業生は教員、公務員、民間就職と幅広いキャリアを選択しており、民間就職でも卒業生はさまざまな業界の会社に就職していることを知りました。当時民間就職に興味を持っていた私は、ここに入学してキャリアを考えたいと強く思い、入学を決意しました。次に家政での授業についてお話をします。家政の授業の特徴は、何といっても実践的な授業が多いことです。今日は調理学実習、ジンベエ浴衣作り、製図、模型作りのこの3つの授業についてお話をします。まずは調理学実習についてです。調理科学研究室の先生の指導のもと、その季節やさまざまな国、地域の料理を調理します。また課題として授業内で調理した料理を各自自宅で調理し、知識として吸収をします。この写真は授業で調理した料理の写真で、時には失敗することもありますが、学生が楽しみにしている授業の一つです。中学や高校でも調理実習は経験した人が多いと思いますが、学生主体での調理や買い出し、栄養の計算等は大学ならではの特徴です。次にジンベエ浴衣作りについてです。2年時にジンベエ、その応用として3年時に浴衣を製作します。右の写真は製作したジンベエ、左の写真は浴衣の着装会の時の写真です。自分の好きな柄の反物を選び製作をしました。特に浴衣の製作は工程が多く時間がかかるためとても大変でしたが、アパレル設計学研究室の先生の指導のもと、みんなで協力をしながら製作、着付けまでを行いました。今着ているこの浴衣もその時に製作をしたものです。最後に製図、模型作りについてです。2年次に製図について学習をします。左の写真はその時のものです。基礎から学ぶことができ、その応用として自ら製造する授業、模型を制作する授業もあります。右の写真は私の実家の模型を作成した時のもので、住居環境学研究室の先生の指導のもと、コツコツと製作をしました。
また私自身が住居環境学研究室に所属しているのですが、他大学の学生の研究を学べる合同ゼミというものもあります。他大学の学生の研究に触れる貴重な機会で、時には外国の学生の研究を聞くこともあります。また家政以外の授業についてですが、他学部他コースの授業を受けることも可能です。これは総合大学だからこそできることだと思います。他教科の教員免許を取るため、興味がある分野の理解を深めたいなど、当コース以外の授業を受ける学生も多いです。私もその一人で工学部の授業を受講しました。いつもと違う環境で受ける授業は少し緊張しますが、興味がある分野についてより専門的に学ぶことができるため、総合大学に来てよかったなと思っています。次にサークルについてです。私は3つのサークルに所属をしています。1つ目は広島大学吹奏楽団です。約100人の団員と活動していました。吹奏楽の経験はありませんでしたが、大人数で1つのものを作り上げる達成感を味わえる経験は一生の財産です。次にこのデザインサークルではデザインについて学び、実際にお店、サークル、部活のロゴや T シャツ等をデザインしたり、この服飾サークルでは服をデザイン、制作し、年に2回浴衣祭りと大学祭でファッションショーを開催していました。先ほど紹介したデザインサークルやこの服飾サークルでは、稼いで身につけた色彩やアパレルの知識を自分の力として発揮することができ、とても良い経験になったと感じています。次にアルバイトについてです。塾講師、カフェ、結婚式場、スポーツ店など様々な場所で働きました。アルバイト、サークルともに学部、学科を問わずたくさんの人と関わることができ、これも大学生活の魅力の一つだと感じています。最後に将来についてです。入学をした時からインテリアなど住居学に興味を持っていましたが、西日本豪雨で被災したことから将来は住まいに携わりたいと本格的に考えるようになりました。そして今は取得できなくなりましたが、2級建築士の受験資格を取得しました。卒業後は民間企業に就職をします。衣食住経済障害発達学と住居学だけでなく、家政で学んだ幅広い知識を生かして家づくりができる建築士を目指します。また私は学生のキャリア支援をするボランティアに所属をし活動をしていました。就職活動は大学3年生の3月に本格的に解禁となりますが、年々就職活動の時期は早まっており、ギリギリになってやりたいことが定まっておらず、焦ってキャリアについて考え始める学生をたくさん見てきました。そのため将来について早めに考えることが大切ですが、いつから何を考えればいいかわからないという学生も多いです。しかし家政では将来のことを考えるキャリアデザインフォーラムという公式行事が毎年7月に開催され、1年生からキャリアについて考える機会が設けられています。家政の OB、OG の方から在学中の過ごし方や卒業後のキャリアについて直接お話を聞くことができる貴重な時間で、私自身も教員、公務員、民間就職、妊娠月についてのお話を直接お聞きし、周りよりも将来について早く考え始めることができました。このように1年生のうちから将来について考える機会があるのも家政の特徴だと思います。また高校生の皆さん、勉強もとても大切ですが、その他の高校生活もしっかり楽しんで自分の将来について考えてみてほしいなと思います。ご清聴ありがとうございました。こんにちは、広島大学教育学部第4類人間生活系コースの山竹亜美と申します。本日は私の大学生活についてというテーマで、この人間生活系コースの行事についてや大学での過ごし方を中心にお話をします。よろしくお願いします。
本日はこのような流れで大きく5つのことについてお話しします。自己紹介、人間生活系コースを選んだ理由、人間生活系コースの行事について、大学生活について、最後に将来についてお話をします。まずは簡単に自己紹介します。出身は広島県で、出身高校は広島県立安古市高等学校です。高校時代の部活は硬式テニス部のマネージャーをしていました。続いて人間生活系コースを選んだ理由についてです。理由は大きく2つあります。1つ目は幅広い分野について学ぶことができるからです。小学生の頃から衣食住についてとても関心がありました。そして大学に入ってもっと専門的に学んでみたいと思い、衣食住について中心に学ぶことができる大学を探し、この人間生活系コースを見つけました。実際に人間生活系コースでは文系理系関係なく、人間の生活に関わることについて幅広い分野を学ぶことができています。2つ目は将来について広く考えることができるからです。私は中学時代に出会った先生に憧れて、ずっと教員という職業に興味を持っていました。一方で一般企業への就職も全く考えていなかったというわけではありませんでした。そして高校時代に自分の進路を考える際に、先生や両親に相談をし、教員も目指せる環境でありながら、将来について視野を広く考えることのできる大学に行きたいと考えました。実際に人間生活系コースのホームページを見て、大学卒業後の進路が先生教員だけではないということを知りました。進路についていろいろな選択肢を考えることができるこの人間生活系コースに進学したいと思い、本コースに進学を決めました。続いて人間生活系コースの行事についてお話をします。人間生活系コースは4年間でさまざまな行事があります。入学して一番初めにある行事は毎年恒例のカセキャンです。カセキャンのカセというのは人間生活系コースのことを通称カセと呼ぶので、カセのキャンプでカセキャンです。このカセキャンの目的は新入生の皆さんに人間生活系コースのことをよく知ってもらうためです。そのために毎年2年生が新入生を全力で歓迎します。私が1年生の頃には4月に広島の観光名所宮島を散策しました。この写真は私の1年生の時で、もみじ饅頭作りをしたり商店街で食べ歩きをしたりしました。そして5月には運動会を行いました。毎年白熱した戦いでとても盛り上がる行事です。そしてここが人間生活系らしいポイントの一つとして、当日のお昼ご飯は2年生が手作りのお弁当を持ち寄ります。他にも新入生と2年生がいくつかの班に分かれてご飯会を開き、親睦を深めるなど、たくさんコミュニケーションを取ることができます。私も入学当初にこの行事を経験して、とても楽しくいい大学生活のスタートを切ることができたなと感じています。続いてイーストームです。イーストームとは教育学部独自の大学祭です。広島大学の大学祭と同じ日に行っています。1年生の頃には教育学部15コース対抗の大学祭として、ステージ発表、屋台、子ども向け企画の3部門を比較し、コース1位を目指します。人間生活系コースは毎年ステージ発表でファッションショーを行っています。私たちの世代は AKB48 の野菜シスターズをコンセプトに、全員が野菜になりきってファッションショーやダンス、劇を行いました。屋台ではコースごとに食べ物や飲み物を振る舞い、食料調達なども自分たちで行います。私たちは火星の豚汁を作り、とても大盛況でした。子ども向け企画では小さなお子様も楽しめる企画を考えます。どの世代の方が来ても楽しめる大学祭なのがこのイーストームのいいところだと思います。続いて大学生活についてお話しします。サークル活動については、大学ではバドミントンサークルに所属をしています。私がこのサークルに入ったきっかけは、バドミントンを中学時代に部活でやっていたため、大学でもう一度バドミントンをしたいと思い、バドミントンサークルを探しました。バドミントンサークルだけでも3つあるということを知り、それぞれのサークルに足を運び、自分に合うサークルを探すようにしました。私が所属しているサークルは、サークルがある日にバドミントンをするだけではなく、合宿やイベントがたくさんあったり、休みの日もみんなで遠出をしたりするなど、先輩後輩みんなが仲のいい雰囲気のサークルです。サークルに入ることで他の学部の学生やとのつな
りがたくさんできるので、ぜひ積極的に参加してみてください。大学外での活動については、飲食店でのアルバイトをしていました。アルバイトでは接客を経験し、この経験から物事に臨機応変に対応できる力が身についたなと感じています。そしてアルバイトをして自分でお金を稼ぐことの楽しさと大変さを実感しました。アルバイトは絶対にしなければならないというものではないですが、これから社会に出ていく人として、時間に余裕がある大学生だからこそ経験してほしいことの一つかなと思います。また大学4年間で旅行もたくさん行きました。私はカメラが趣味なので、旅先に持って行って綺麗な景色を撮ったり、一緒に行った友人の楽しそうな表情を撮影することがとても楽しいです。大学生は高校生の時までと比べて自由に使える時間がとても増えます。勉強やアルバイトだけではなく、友達と旅行に行ったり趣味に費やすことのできる時間も増えるかと思います。自由に時間が使えるからこそ、自分で計画的に時間を使うようにしています。最後に将来についてお話をします。私は人間生活系コースでの4年間を通して、家庭科と研究の面白さを感じ、さらに学びを深めたいと考え、大学院への進学を決定しています。そして大学院でさらに学びを深め、修了後は人間生活系コースで学んだことを存分に生かすことができる仕事に就きたいと考えています。進路については自分一人だけで考えるのではなく、家族や先生、先輩や友人などたくさんの人と話をすることで、自分の価値観を深めることができ、視野を広く考えることができます。将来についてですが、自分の進路を決定する上で一番大切なことは自分を知ることだと思います。自分はどんな人で、将来どんなことをしたいのか、そのために今自分は何をするべきなのか、自分としっかり向き合って考えてみてください。最後に、勉強、部活、遊びなど今しかできないことをしっかりと楽しんでください。これで私からお話は終わります。ご清聴ありがとうございました。こんにちは。私は広島大学教育学部人間生活系コースの岩本月子です。私からは人間生活系コースでの教員免許の取得についてお話しします。今日はこの3つについてお話しします。人間生活系コースを選んだ理由、教員免許の取得について、将来についてです。まず自己紹介をさせていただきます。私は福岡県出身で、出身高校は北九州にある小倉高校です。部活ではバスケ部のマネージャーをしていました。大学ではバドミントンサークルに所属し、不料理の料亭でアルバイトをしています。まず私が広島大学の人間生活系コースを選んだ理由をお話しします。大きく2つの理由がありました。まず一つ目は、大学では自分の将来に絶対に役に立つことを学びたいと考えたことです。私の卒業した高校では、文系の人の志望学部は文学部や経済学部が多かったです。私は将来やりたいことが特になかったので、周りの人と同じような学部を志望していました。しかし高校3年生の時に、自分の将来を考えた時に、自分がこれまで見てきた文系の学部はあまり将来の仕事には直結しないなと思いました。また大学にまで行って学ぶのだから、自分に興味があったり、自分の人生に役に立つことを学びたいと考えるようになりました。そこで進路を考え直そうと考えていた時に、教科で考えると、家庭科の授業では人生に直接役に立つことを学んできたなと考えて、家庭科で学んできたことを深められるような学部へ進学するようすることを希望するようになりました。そして2つ目は、人間生活系コースでは幅広い内容が学べるという点です。広島大学の人間生活系コースでは、食住に関わるアパレル、栄養学、調理学、住居学だけでなく、人間生活教育学や障害発達学についても学ぶことができます。どの学問に特化して学びたいか決まっていなかったため、幅広く学んだ上で卒業研究を決められる点に惹かれました。また私は働くときは企業に就職したいなと思っていました。人間生活系コースは教育学部ですが、人間生活についての大学での学びを生かして、さまざまな業界の企業に就職される先輩方も多くいらっしゃるほか、教員、公務員など自分の将来の可能性を広げた上で就職についても考えられる点に惹かれました。次に教員免許の取得についてお話しします。
まず教育実習までの流れを説明します。大学1年生では広大附属の学校に付属の先生が行う授業の観察に行きます。この観察ではこれまでの生徒側の視点だけでなく授業を行う先生側の視点を持って観察することでどのように教えると良いかや生徒との関わり方、これからどのようなことを大学で学んでいく必要があるのかを学びます。大学2年生では教育実習中の3年生が行う授業の観察に行きます。これは通称くっつきと呼ばれます。この授業では授業の行い方だけでなく授業の準備はどのように行っているのか観察したり割り当てられた付属学校の校風についても把握したりできるので3年生で行う教育実習をスムーズに行うための準備ができます。大学3年生では付属の学校で教育実習を行います。実際に教壇に立ち授業を行ったり生徒と関わってこれまでの学びを実践します。大学4年生では4年間の授業振り返りを行う授業があります。このように1年生の時から教育実習に向けた講義があることが特徴です。教育実習で実際に教壇に立つイメージをより明確に持つことができたり精神面や知識、技能面でどのようなことを学んで教育実習に臨む必要があるかを把握することができます。将来教員になるかの選択についてお話しします。人間生活系コースを選んだ理由についても述べたように本コースではさまざまな分野について学ぶことができるため大学卒業後の進路決定の幅も広いです。しかし多くの人が3年生で教育実習を行った上で教員になるかどうかを決めています。私の場合本校生の入学時から企業への就職を考えていたのですが教育実習を行ってから再度自分の進路について考えました。教育実習で学んだことを話します。教育実習で一番大変だったのは授業の準備です。どのようにすれば分かりやすいかや生徒にとって価値のある授業になるのか考えるのが大変でした。しかし仲間や付属の先生と内容を検討し試行錯誤することを通して大学の講義で学んできた以上に現場でも通用する授業作りについて学べました。他にも生徒との関わり方も難しかったです。教師としてどのように関わるか講義では学んできましたが現場で一人一人違う生徒さんたちと実際に関わるとわからないことばかりでした。しかし生徒との関わり方には絶対の正解がない分付属の先生の関わり方を観察したり大学での学びを活用したりしながら接することで自分なりに生徒との関わりの中で大切にしたいことを見つけることができました。また一般企業への就職を希望していた自分にとって伝える力や仲間とチームで働く力、自分の仕事に責任を持ってやり抜く力など社会に出た時に必要なことを学べた貴重な経験になりました。最後に将来についてお話します。私は本コースの4年間で学ぶ幅を縛らずに様々な分野の授業を受けました。その中で生活を豊かにすることについての重要さやその方法を学んできました。そして入学当初は本コースでの学びを自分の人生に生かしたいとだけ思っていましたがより多くの人の人生が生活になる助けになりたいと考えるようになり生活インフラとなっていけるようなサービスを展開していく IT 企業への就職を決めました。教員としてではありませんが本コースで得た知識や経験は人に伝わりやすい文章を考えたりプレゼンを行ったりチームで働く中で生きると考えています。大学入試の時点で将来やりたいことがなかった私も今はこれをやりたいと思うことを見つけました。それは大学を選択するときにこの進学先で何を学べるかどのような力がつくか自分が興味を持って取り組めることかを考えた上で進路を選択し大学へ進学してからも学びの幅を狭めすぎず学習についても課外の活動についても様々なことに関心を持ってやってみることを大切にした結果だと感じています。皆さんも大学に入ることだけを目的にせず自分の将来についても考えて進路を決めてみてください。そうすることで勉強も学びも充実した大学生活が送れると思います。最後まで聞いていただきありがとうございました。応援しています。頑張ってください。それではこれより本コースで取得できる資格とそれを生かした進路について鈴木亜希子先生から説明していただきます。鈴木です。
本コースで取得できる資格はこの通り、中学校教諭一種免許状課程及び高等学校教諭一種免許状課程です。これらの資格に加えて条件はありますが、小学校教員免許状も取得することができます。大学院に進学すれば、専修免許状を取得でき、さらに深く学び、自信を持って教員になることができます。広島大学は伝統的に高等学校教員を育成する大学として、多くの優秀な教員を輩出してきました。本コースの卒業生も、このように全国各県、各種学校で活躍しています。私たちは家庭科教員のリーダーとなる人材を育てたいと願っています。大学院への進学者はご覧の通りです。大学院の後期課程に進学し、教育実践と研究的資質の双方をもって、大学教員となる先輩もいます。教員も公務員ですが、教員以外の公務員となって、障害教育や人々の生活を支えることに、コースでの学びを活かしている卒業生もいます。このような一般企業に就職した人たちも、本コースで学んだ生活者の視点や、教育学の専門性を生かして活躍しています。一度企業に就職した後、教員となる人たちもいます。今、生活教育を担う家庭科教育の重要性が認識されつつあります。充実した授業、教育実習や研究のシステムが整った広島大学で、家庭科教員を目指してくださる方をお待ちしています。本日の説明は以上です。なお、さらに詳しいことが知りたい方は、本コースのホームページをご覧ください。本日は最後までご覧いただき、ありがとうございました。